今年の運勢はさ、なんか最高なはずだ。大吉でね。ね、大吉で。なんかさ、新年あげてからさ、対人関係結構微妙だよね。さっきの2件とか。え、でも、マイナスの要素はないわけだから、今ところ。運勢的には心を素直にして、身持ちを正しくしてるつもりなんだよ。でもさ、中ちゃんから言うと、いや、それは、うーん、みたいな感じなわけでしょ。そう。ずら、ずれてんのかもな。 まあでも、素直に死っていう点は、何も考えずに素直に言ったから、行動通りかなとは思うけどね。うん、いやー、もう大吉なはずなんだけどさ、もう新年結構物損事故とかがあって、物損、うん、事故が。<laughs> 何あったいや、エアコンがさ、あ <laughs> れか。<laughs> 水漏れてきてよ、エアコンのドレン管付近から、うん。まあ、吹雪いたりもしたしね。 で、その下、直下でパソコンあんのよ、僕、配信用の。それ思ってた、俺も。あそこに水、ばしゃいって。ブルースクリーンよ。それはね、前から思ってたんだよ。エアコンの下にパソコン置いてんのバカだなと思ってたんだけど。水垂れてくることだってあるし。ダメなんエアコンの下。だって、結露とかしたとき、風ブーって吹いたら。いやいやいや。あるよ。50番のパソコン、一発で行ったからな。いや、まあ、水だからね。 いや,いや,やっぱみんなに聞いて、うん、計算さんとかに聞いて、はい、64万のパソコン買って、ドスパラでまた、<laughs> 明日届くんだけど。まあまあ明日来て大会用に、もう最新パソコンでやれるのはいいかもな。ああ。クラブとか最強だから。で、あの水かぶったパソコンは中ちゃんにおろすだろ。なん、ブルんやったやつが俺。<laughs> パーツとか取って使って。<laughs> あ、使えるやつをね。 あ確かにそれは、うん、3080のグラブだから、うん、まあ全然現役なはずよああー今、うん、全然現役だから俺が今パソコンやばいから、ねうん、あれ持ってって使って <laughs> 分かったわ <laughs> とりあえず今動いてるんだよねあ動いてはいるんだたまーに落ちるけどああじゃあ電源とかかなうん電源かもしんないうーんたまーに落ちるんだよなでまあ今俺使ってるやつよりはいいよ34回,回再起動しないとうん 戻ってこない感じ。ま、あちょっと中見てだな、じゃあ。うーん。で、これま、あ運が悪いなと思ってさ、まだまだパソコン使えるのにさ、うん。めちゃくちゃ運悪いよなこれでもね、置いてる時点でもアウトだからね、普通。でもさ、大吉だったら落ちてこないわけじゃん水は。いや、関係ない。あ、関係ない。大吉だろうと、小吉だろうと、エアコンの下にパソコン置くのはもうアウトよ。マジか。うん。パッパラパッシヒューマンエラーの類い。 であると思う。であればさ、うん、こっちゃでマジで大吉なのにおかしいと思う。何これさ、うん、ヘアアイロン配信しててさ、うん、トイレ行きますって言って、うんうん、トイレに立った瞬間に、うん、バキって下にあったアイロンを踏んでさ、根元から折れたんだよね。<laughs> でこれ大吉だったらこんなありえないわけじゃん。<laughs> まずそのヘアアイロンを踏むとこに置いてる時点でもうバカよ。 普通ヘアアイロンとかさ、ドライヤーとかってさ、ま、引き出しの中とか、棚の掛けるところ取らないと使えなく、ないわけじゃん使い終わったらそこに置くじゃんいやいやいや、でもさ、床に置いてさ、アダプターまでコンセント繋げとけば、スイッチ一つでいつでも髪乾かせれるっていう利便性を捨てることはできなかったわけよ。いや、そこバカだよ。人類、文明の人類として。いや、文明の人類は引き出しに入れるんですよ。そもそも引き出し僕んじゃないわけよ。チャンスとか全部捨てたから。机の上とかさ。机の上 エイペクスやるとき邪魔だから全部下に <laughs> <laughs> っていう結果で下に置いてあるのよ僕んちのもう足元イコール踏む恐れがあるっていうのは普通に考えたら分かることだよね分、うん、かんなかったそこはリスクよさっきの話と一緒分<ー>かんなかったわリスクちょっと考えてもらわないとこれみんな気をつけてヘアアイロン踏んだら壊れるから <laughs> しかもねめちゃくちゃ痛いの縦に 鉄板みたいな縦に仕込んであって、踏んだ時死ぬほど、あの、折れたかと思ったの、足。親指のとこの裏の。それ、足元見ないで歩くのも問題あるな。あの、コメント見てたからさ、最後までずっと席立つとこまで。足元なんて見てる暇ないよね。あ、直前までこうパソコン見ながら直前までパソコンとコメント見て立ったわけだから、うん。それもうね、大来ちゃったら踏んでないわけ。言い訳なんだよな。まあそうだな。このアイロン7万5千すんだよ。 高すぎるってさ、あれ、ね、それ一発踏んで終わり一発踏んで終わり。うわ意味わかんねえ。一年前か二年前に買ったやつで。新しいの五年は使うつもりだったんだけど。踏んだら終わり。この後使おうとしたらさ、カチ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 合わさんないわけよ、もう。あ、スイッチいや、あの、鉄板同士が合わさんないとヘアアイロンって意味ないじゃん。髪挟むから。でも挟めないわけよ、もう。まあ、両手でやれる、やったらなんとかこうやって挟めるのよ。でもさ、髪の毛、どうやって誰がつまむのと思ったら、あ、 もうその時点で積みなわけよ。で、先っぽも熱くなるよね、これ。熱く,熱くなる、だくなる。持ってらんなくなるか、下手したら。先っぽは熱くならないんじゃんなんであの、折れてる根元ぐらいは熱くならない根元は大丈夫あ、大丈夫なんだ。先っちょだけなのよ。ああ<ー>。でもこれダメでさ、新しいの買おうかな、つったらさ、うまい時に新しいやつ、高いやつ出てん,んだよな。<laughs> 最新のやつ。一個上のバージョンで出てて。<ー>今までの、<laughs> 今まで 7D っての使ったんだよね。うん。 7.5D 27D、はい、最新型 D 出てんんだよなんで20も増えたいやまあそれがさサイトを見たらさ、うん、もう 27D は、うん、7D なんかもう,もうはるかに及ばないぐらい素晴らしいですよと。うん、で当社比のグラフ出して、うん、この D ってやつは当社比で、うん、髪の美しさみたいなやつが。<laughs> このアイロンを使った美しさみたいな上がれが上がるほど D の数値が上がっていきますみたいなグラフ化されてるわけよ。そしたらさ、7D と 27D の違いやばいわけ。指数関数みたいなおいおいおいと。激しく上がるで。まあそう言うよな。当社日ならな。でまあアマゾンのレビューにもよ。これなんか初め使ってた時は、27D。なんでもなんも変わんないじゃんみたいな。思ってて。1ヶ月したら、髪が輝きましたと。いきなり髪輝き出して。 <laughs> 上等手段なら。<laughs> <laughs> 上等手段。いや、時間たつっていうことを言っておけば、うん、すぐ出なくても、あ使ってればいいんだって思って、うん、うやうや、うやむやになるじゃん。輝き出しましたって言ってさ、髪の毛が、うん。輝くんでしょ、うん、だったらもう 27D 買うしかないよね。<laughs> 27D。ほんと使られたいって言10万5000円してさ、<laughs> 高すぎるんだよ。<laughs> もう来るのもう来るの。るの <laughs> 明日来るわ <laughs>。明日,明日明日使ったら感想言うわ <laughs>。バカらしい <laughs>。これ大吉とか関係ない <laughs> 関係ないな。俺もまたヒューマンエラーか。ないと思うな。だって注意してれば踏まないわけだし。やっぱかそうか。<うん S 1> 今まで踏まなかったのにいきなり年明けてから踏んでるからな。 え、本当に大吉だったのえ大吉だよなんで、う引いてんじゃん、ここで。いや、そうだけど、実は、これ3枚目でしたとか、大吉を出したいがために。それはない、それはないんだけど、えっと、北海道神宮では引いてない。なんか、適当な、あ、ゃい中に、ちっちゃな鳥居みたいなところで、おみくじ売ってたから、そこで買った。それ、ご利益ないかもしれないな。 それ入ってるの全部大なんじゃないどこで弾いてもこれで出てくるのもコッシのやつ。<laughs> <laughs>